なんとなくのんびり、なんとなく楽しい、山チャンネル TV 始まるよ。皆さんこんにちは、山チャンネル TV の山健です。三国志11、三国志11 with パワーアップキット、まあどっちでもいいんですけど、今回も続きの方していきたいと思います。上級艦中をこの間取って、今牛歩東太君のとこね、ここと停戦中ですと。でただ天水の兵力がこれみんな戻ると多分10万ぐらいマックスでいると。で長安が9万で艦中が5万の兵という状況からスタートします。でね、どうしようかなと思ってるんですけど、誰だ、龍炎だっけ、龍将か。こっち攻めてって、まあこれ兵力も少ないですし、ね、停戦してるわけでも同盟してるわけでもないので、だーっと攻めて、この生徒は簡単に取れると思うんですけど、ただこっから縦長に国を取ってっちゃうと、相手からしたら簡単になんか攻めやすいね、国になるのかなと。だったらこっち北伐というかね、上の方全部落として、で長安、漢中、洛陽か、ここをまあ三大拠点にして戦っていった方がいいのかなとも思うので、ちょっとどうしようかなというところです。で3万ぐらい送っちゃおうか。こんなに生徒じゃなくて、じゃあ漢中にちょっと物資を送ります。兵糧50万あんの ?50 万あんの?じゃあ、あ、早いな、ババババって言っちゃうんだね、これね。こんぐらい。で、物資ある?あ、ないんだね。馬と槍だけ。あと、投石ね。これなんだよ、照射って読むのかな?停車。勝者、まあいっか、はい。で艦中に行きましょうと。あれ大丈夫だよね、あ、停戦中だから大丈夫かな。そうだ、ここ取られてる、真上ここ取られちゃってんですよ、傭兵艦だから。まあ停戦がもし切れたら即叩きに行こうとは思うんですけど、でね、できる外交実績、できる、あ、できない。作戦としてはちょっとどうなるか分かんないですけど、まあ停戦切れて攻めてくるんだったら、それを防ぎながら、長安だ、天水から攻めてくれたら長安か漢中なので、もし例えば漢中を攻めてくるんであれば、長安から安定を取りに行くという形にしようかなと思います。でここの安定さえ取っちゃえば、ここまあちっちゃい城なんだけど、で天水の兵がどっかに動いたら、ここの安定の兵をバーッと動かして天水を取るっていう、こんな流れにしようかなと思ってます。捕虜取ってなかったわ、全然取れないんかい。いらないよね、これ。あれだっけ、なんか劉備のとこにいた金銀渡すとなんかもう何でもしてくれるみたいな。毛達も取れれば、あ、40
日かかる？行かなきゃよかった。何戦ってる？どうした？どうした？ここ？あ、攻めてきてんだ今ね。あ、全然忘れてた。全然忘れてました。じゃあちょっと行きます。関羽、高知、贅沢に行こうか。張飛、劉備張飛。これ騎馬か A か。ちょっと変なコンビですけど、こっちかな。じゃあこの3部隊でいきます。報徳がねこっち来てくれればだいぶ話は楽になるんですけど、誰か取れないかなこれ。あ、ちょっと待って、傭兵館というかもう停戦切れたかな。ちょっと待ってよ。あ、停戦中だよね。外交停戦、停戦どこ。あ、60か80、88かな。大丈夫か。この間にとりあえずこの戦いは終わらせ、捕らえるかな。はい、捕らえないね。捕らえません。いけどさ、どうしようかな。劉備下がろうか。なんかすぐだからね。来てる？輸送隊。あ、そこ長藩からじゃないからちょっと長いんだね。ここから60来てきたのは何？海瀬ってくんじゃない？拒否でしょ。じゃあ今戦争中ですよね。戦ってなければ返しますけど、戦ってるから。はい、これで、よっ、囲めると。朕心在。はい、もうこれで混乱しちゃいなよ。楽勝なんですよ。敵がちょっとしか出てこなくて、でこっち武将贅沢に使えると。1900、2000くらい、2000、いや、はい、どうせ次
れるので来てないよね、次ね。はい、あれ誰だっけ、東州だっけ、東州だから取って、もしくはこれで次これ潰せるので3手よく残ったね。逆にもう雑、もう雑、もう肝心なところで裏切ってるからね。こっち取ったよ。一応投与で補助にしておきます。条件退社。戻る。ここから大事。条件退社。あ、もう。出した。バーって取るよりもだよね。下もしこっち取りに行くとしたら、もうまとめてほら南蛮の方まで行かないとね。そうなんだけど、その話をしてるんだけど、これどこなの、雲南、この辺だ。この辺バーッと全部取るんだったら、ここまで、ね、ここまで取るなら、まあいいんですけど、こっから、この、地図をちょっとね、上の地図見て、この辺だけパカパカ取るだけだと、攻めやすくなっちゃうんで、さっきも言いましたけど、そろそろ来てくんないかな、来た。あ、そうそう、嘘。ちょっと間違えた。したら、外交を、絶対大丈夫なの？なんて停戦切れた？何が来てるか分かんないよ。ちょっと待ってよ。停戦中だよね。あと曹操軍にもちょっと媚び打っとかないと。険悪だもんね。組んでんのね。ちょっと待って、ここ完治あんま金ないね。あ、未行動の、そっか戻さなきゃいけないんだね。はい、戦う気はないですよと、すっとぼけてね。了解了。でも一回やね、普通だったっけ。間に合うかな。ここまで来てる。あと20日。ちょっと待って、見てみる。外交停戦、ちゃ停戦中。あ、ちょうどぴったり来れないんじゃない。ぴったり来れないんじゃない。ぴったり来れないパターンじゃないこれ。ちょっと待って、どうしよう。
あと10日大丈夫なんだよね。これ来れる、ここまで止まっちゃう、ここまで来れれば。うわ微妙、超微妙じゃん。お、あ、険悪のままかい、険悪のままかい。停戦じゃない、停戦じゃない、ちょっと心臓仲良くしましょうとね。これ劉備自ら行くっていうのもいいんじゃない、これ。よし、あ、違う、じゃあ戦わなきゃいけないんだ。まあいっか、もう来れる。ちょっと一マス手前で止まっちゃった、一マス手前で止まっちゃった。あ、やばい、双剣来てる、最悪じゃん、最悪。なんで今切れんの。ちょっと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 、そうなるよね。あ、最悪、ちょっと待って、停戦ちょっと計算狂ったよー。もうだって20日かかるから、もう無理だよこれ。兵器構成がいっぱい、往生去。救えるかな、3万人。3500。ここビタ付けしちゃえば、間に合って欲しかったな。あ、そっか、ビタ付けできないんだ。往生去。これで行くしかないよね。高中じゃない、超飛旅か。兵器へ、これで、でね、こっから攻めてこられるとめんどくさいから、何やんかな。甲冑もう誰でもいいよね。弓いない、弓ない。あ、じゃあ待って、武将、頭いいやつ、知力、知力、誰もいない、あ、いた、挑戦挑戦でいく。あー違うと思うな。新進あたりで行こっか。馬で、要は火をつけたいんだけど、うん、ゴン。諸葛金がいるよ、曹操のとこに。これ今取ると有効度下がっちゃうよね。攻めるからさ、どっちにしても誰か取れないかな。完成、いやー、もう失敗した。双剣、お、双剣、双剣戦わなくていいの。来た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 、やばい、見たくない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 、大惨事、見たくない。くっそ、この3万の兵が取れなかったの大きい。ああ、ちょっとよくなった。あなた早くちょっと、あ、そうそう、戻って逃げて逃げて逃げて。長安狙う？だ、本当はこのタイミングで今
ここも取れてればこっから点数を取りたかったんですよ。長安そうそう落ちないから、言ったって10万の兵あるし、ちょっと待って、ここ、違う、軍団解散、こっちだよね。とりあえずここ片付けよう。あと5000だよ、でも兵2000ぐらい減るんじゃない？1500でしょ。あ、いけるいける。了解者。からそれじゃ管轄攻撃して取ります。そっからだよね、話はね。あれ、なんかやったっけ。ああ、そうそう、言ったんだ、さっき。ふわ、ああダメ。ちょっと待ってよ。ここは取っちゃおう。で、問題こっからで、これさ、7000いるんだよね。これさ、入ってきてくれた方がさ、耐久性がないからいい気がする。入らせよ。あれ、どこ行った。これ動かせないよね。あ、一回解散すれば動かせんのかな。ちょっと待ってね。軍団解放、これで動かせる。あ、次から動かせんのかな。わかんない。まあいいか。どうしよっか。来るけど、どうしようかな。はい、落とされました。いいんで、これで。
生去ね。で、問題は君、これ誰？バカン？こんなとこ来てんの？とりあえず超愛好業じゃん。在下リンリン。で、ちょっと待って。で、うわ、なかなか厳しい。やめてよ、その輸送隊だよこっち。何をそんなにこう意気込んじゃって。あ、ちょっと待って、めちゃくちゃくっそー。チャンスなんだけどね、逆にね。長安に漢中からちょっと強い武将を生かして、で残った武将でほら天水がちょっと甘くなってるから、チャンスなんだけどな。じゃあちょっと厳しいから、ちょっとだって出陣したとてだよね。誰かいる？ライドウとかでしょ。ちょっと待って、開口停戦。覇気じゃない、覇気じゃない、決戦。はい、じゃあほんと2ヶ月だけでいいよ。やめてよ、もう 5000？ で、その間も取んなきゃいけないよね、停戦する前に。取りました。交给在下。お兵入れとかないと。生去混账。これ削れるだけ。丢过去混账。で、停戦するはずなので、これ誰、バトーとバチャ。もう最強親子出てきちゃってんじゃん。最強親子ち、ちにょくもいないし。いや、なんで今研究すんのって話なんだね。兵器が欲しいので。だから取れない。69、89か。この今出てきてるやつらさ、この辺か。お、いける？取って！お、取った！オッケー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 。素晴らしい。あんまりやりすぎるとあれかな、停戦乗ってこないかな。あー、この辺大きいね、この辺、この二人とかね。来てくれたら、まあ、理事は来ないよね。で、あ、これか。じゃあこれでこれちょっと守ろう。随我来。冲进去。あ、やばい、こっち来る。最低最低。いや厳しい。はい、停戦かな。あぶね、ちょっとドキドキした今。
はい、じゃあこの2ヶ月間でちょっと一気に国を立て直します。無理かな、これは艦中だいぶ減っちゃったけどね、兵ね。最初に、はい、で、こういうことになるんだよね。だからこの隙にこっから、いや、わけわかんなくなるかな。いいや、そんな距離ないし、一回艦中にみんな戻ります。上下在下、上下在下。で、ここはもう5000ぐらい兵残してるから、300人できないんだっけ、1000人か。上下在下、よしよし、とどまる。あれ、未行動って誰かいた？あ、あれか、寝返っちゃう前に早く帰らせよう。交给在下。取れるよね。あ、もういいのか。在下領命。あそこ取ってるからね。ただお金がもうさすがにばらまきすぎてもうないから、どうしよっかな。まあ、来たら停戦すりゃいいかな。で、洛陽はだからまた君主じゃなくて軍団、第二軍団ね。で、洛陽、しないでくれれば。で、長安もとりあえず今は別々でね。長安はまあすぐ解除するにして、はい、でその間に艦中、違うよ、この辺なんとかなんない、劉備。おお、行ってみようか。とにかく武将を減らしたいよね、向こうのね。おお、いけるいける。いや、いけるとは限んないんだけど。で、6万3000でしょ。で、7万3000の8万くらいの兵とそれなりの物資が来ると。おお、いけるかなー。いつ、あっ、あ、ちょー、結構内から崩すっていうパターンだよね。あとさ、誰が、ジョエに、あ、関水ね。
崎理覚。天水なんか独立してくれると最高だよね。この3つ、それちょっと狙ってみようかな。それ綺麗に決まったらかっこいいよね。あのなんか動画的にもかっこいいかなって思うんですけど、誰も来ないんかい。そんで誰でも来ないんかい。計略クコロンドンの計だっけ、違ったっけ。あでもそっか、法政いんのか軍師ね。理覚なんかさ、なんかすぐ独立しそうだけどね。違う待って、これ天水、13人もいんのここ。もうちょっと兵いなきゃな。来た楊州曹操軍の武将だよね確かね。違うのかな。結構ね間違えてますからね、山県の言うこと。入ってきたんだね。そしたら次で1月でしょ。これでね。え？やってんの？あそこにずっと置いてたんだっけ俺。ちょっとわけわかんなくなってきた。あれ？え？どういうこと？一回有頂庵に来たけど行っちゃった。あれ誰の話？いいや。はい、ここで切れる分にはこっちも9万で向こうも10万だから、7000万が上げてくんないかな。陛下だってさ、逆にこっちからも取りやすくなってるってことだよね。今みんな落ちてるもんね。狙ってみよっか、一気に。お前なんで行っちゃったんだよ、帰っておいでよ。これあれじゃない、呂布の娘じゃなかった、違ったっけ。観音はあれだよね、五の。あ、92とか。筆師もいる。独立したい、独立。あ、天水なんか、あれしちゃったのかな。あのなんか孫策倒すときになんかやった人だっけね。あんまりわかんないですけど、まあゲームは面白ければいいかなと。課金がいいんじゃん。バトーはお父ちゃんの方はここそんな来たって良さそうだけどね。理事はまああんまり好きじゃない。あ、お父ちゃん。ダメ。新婦来ないね。なんでブーンってなんだろう。これ一旦終わりましょう。あ、動画が終わるわけじゃないですよ。よいしょ。と、漢中と長安に、ちょっと、なんぜ誰も取れない。
一人ぐらい取ろうよ。え、もう来やがった。どっか来てんのこれ。アンテから来てんだ。強くない？これ一人一人が強くない？だ超熱いよ。ちょっと待って。じゃこっちも A ランク出すしかないよね。ここのまま、だっていや厳しい。天水から攻めてくると思ったんですよ。まあここしのげばいいか。よかった。この辺をちょっと入れとく。で絶対来るよ天水からも。軍団解散、違う、第三軍団の、攻めてきてんじゃん。これ一回さ、長安全員で守りきってみるっていうのも手かな。したら兵減るよね。がっつり戦ってこれ両方から来るんでしょ。これこっちじゃないよね。艦中じゃないよね。兵がいるから長安に行きます。どれでいいかな。ここ7人で守ろう。で軍団こっち作っときゃいいじゃん。艦中、あ今まだダメか。劉備10日で着くかな。着くよね。そしたらここ艦中はすげえ大金持ちじゃん。2万円あるじゃん。ね、攻めます。B、どう行く？張飛先生、やり、あ届かないね。この辺ぶっ壊していくかな。とりあえず来たら行く感じにします。だこの隙にちょっと天水取りにと思ったんですけど、こんだけ一気に来られるとこっち守んなきゃいけないから取れないしね。こっちはじゃあこっから東洋部隊で取れたらラッキーでいきます。お、いけんじゃない。これいけんじゃない。今来た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 、うるせえの来た、うるせえの来た。あの騎馬が、騎馬隊でさ弓打てるのって3ランク目とかでしたっけ。ちょ、投石を先にマックスまで上げたいっていうのがあって、ほら来たね。飛士どこ、この辺なかった。もうね、これしょうがない、壊されるの覚悟で。でも海遊が来てないだけでもまだ逆にいいかなっていう。
思うんだけどね。開始の時。結構食らうなこっちも。長領本校とかでいいのかな。宝中ご飯弓がいいけど逃げちゃうかな。じゃあ徐行と待って、どこだっけ、3人ぐらいでいくのか。オッケー、来ないんかい。むむむ、だってこれだっていけるよね。冠中からどうしていける。いやいけないよね。5万の兵でしょ。 あの人たちが全員こっちバーっていったらその隙にいけるかな。ちょっとやってみますね。で、完治はとりあえずは東洋で取り続けると。長老もなんか魅力あるからね、不思議なね。上映。後世、ああ。一角の武将だからね。後世。来ない。だここでさ、ここでさ、そういかないのかな。どっちか92台はいけそうだけどな、はい。でこっちも軍ちょっと出したから多分あいつら攻めてくると思います。来た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 、見たくない。よし、見たくないのは長くなるからね、話はね。リツ、まあ、海流は取れないにしても馬頭とかリツ、リツも取れないか。あ、来た。さあ、バトル。趁现在，往生去。どうどう、混乱は？さあ、混乱した。チャンスチャンスチャンスか。8000兵いるけど。今のうちにバツ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 いっちゃう。あ、これ狙われっかな。趁现在冲过去。びっくりした、一騎打ちかと思った。あれ、長剣敵か。こっちはさ、まだいるからね。どういうふうにしようかな。構成取っとこうかな。この辺でいっちゃおうか。弓だよね、包丁。で、法政
水曜の一人貴族で、帰っといて。じいちゃん来た。じいちゃん、可恶。あ、しまった。火から助けちゃったよ。この辺勝てるよね、多分ね。わかんないけどね。オッケー、こっちから。これはまだいいよね。お、いいんじゃない？馬長が取れたらもう最強ね。ここにいたの、あんた。天水にいたらどこにもあんないじゃん。逃げといでよ。ちょっとこれかな。在下凛々。そっかそっか、この辺が寝返ったらまあまあ同士討ちみたいな感じになるから足止めにはなると。もういなかったよね。バカがいた。小兵こい。一気に来た、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 一気に来た。あれ？あ、噛んだ。よえ、やばい。来そう。契約。じいちゃん。来ちゃう？あ、来た。あ、息子来た。え、ご故障じゃないあなた。食の。ちょっとこれはね、かゆはちょっとしんどいから。これ何燃えてるの？ちょっと突破にしよう。あ、違うか。わかりづらいよ。バテツか。あれだ、誰取れるんですか。で、どうなりました。
万でしょ、で4人でしょ、行ってみる、行ってみる、どうしよう、つったっていいのいないよね。そうだよね、しかもケイリンたちを向かわせるライトとかだよね。はい、じゃあこれでね。ああ、誰だっけ、リツか。なんで地味にこっち壊してる、もうめんどくさいから、直すのめんどくさいから。やな戦い方だよね、帰らせちゃおう。はい、帰らないね。ジョコがちょっと戻ってきちゃった。あれ一回戻します。あ、真ん中に入っちゃう。で、劉備で、入っちゃう。劉備はもう強いよ。ちょっと早く欲しい。馬長来ちゃえば、まあ、軍が1個増えるみたいな感じだから、軍隊がね、うちの。誰？君誰？
甲状兵がまあいないから、あれあれ誰、ああさっき仲間になってるんですか。すげえね、超騎馬隊じゃん。ああ来た来た来た、甲状兵。あなんでクルクルしちゃうのよ。いいね、もうちょっと返すと、ね、決めてよ、返らせば決まらない。バーボンだと下手に突っ込んでるから開けんじゃない、テール。ほら来た、どこにいる。ここか、ここにいた。あ、いいとこいるじゃん、助かるじゃん。これちょっと気になってたのよ、工場でね。だよね、あとね敵ね、ああああ、ちょっとすげえことになってるよ。いや勝てるわけないか。光線が来てくれました。ちょっとやるだけやってみる。いやそんなバカな、そんなバカな、セイラン、これ。いやこれすぐ出てくるよね、助けに行けるかな。いややめとこう。でこっち、あやっぱそうなるよね、一瞬だね。光線に関してはもう無理だもんね、これ救いようがないから。これでまあまあ捕まらずに逃げて帰ってくれればありがたい。来た来た。
がとうお兄ちゃん。出てきてるような人たち。開始時。ダブル攻撃した。これできんじゃない？カウン行くでしょ。行かないんかいカウン。どう？あ、火ついた。火ついたところで方正が混乱させると。あ、違う違う、こっちか。じいちゃん、あ、失敗。方正なんかあんま決まんないね。バッツリとは決まんないね。え？あ、これ弓隊なんだね。バーッていけないよね。間に合うわけないね。あれ、あの曹操軍だった。あそこから馬長が出せるようになった。で、またちょこちょこ取れればもうラッキーなんだろうな。今度はこっちが攻めると。お前何で、そうそう、あれだよね、なんかあのあれ、そうだよね、うちから曹操に行ったのかな、向こうから曹操に行ったのかな。うちからだとしたら、なんかもう劉備軍はね、引き抜いたところで手を出してこないっていうのが分かってんだろうね、文句言えないっていう。悲しいね。あ、捕まっちゃった。でもほら、3万まで減ってるからね。で、こっちから行こう。あれ、ジョエって、あいつだよね。バートをもう一回国作っちゃえば？かな。ジョエこれだって今取れそうなんだけどね。一応残しとく。あと回遊ぐらい？あ、いけるね。工場兵なんて反撃されないので、抵抗だっけ、こう中隊。カユさえ潰れれば勝ったんじゃない。でさ、この間にさ、上抜けないかな、これ。と置いて2万の兵。一
回落ち着かした方がいいのかな。こういう時ってどうすんだろう。艦を一回戻ろう。でその代わりに馬長、バガンってあれかな、バトンのところの人かな。清涼対決、これ一撃じゃない、下手したら。艦水ってどれくらいあるんだろう、武力70代か80代かで、馬長は97、98、95か。一撃で決まんないんだ、逃がしたくないから。必殺技が使えるように、待ってよ。はいはいよ、よし、こっちも行くよ。ちょっと逃げちゃった。なんで変わっちゃうのよ、ここで。ここじゃないよね。交代交代。ここで一撃決めよう。はいはいはい、ちょっと早く。必殺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 、よし来た。これでブブブブブってやるから、これで逃げらんないでしょう。あ、やばいやばいやばい、逃げるかな。攻撃、あ、よかった。関水ね、お父さんの親友かなんかだけどね、確かね。あ、情報待ってるか分かんないですからね、ヤマケンが言うことなんでね。来なさいよ。あ、義兄弟なんだ、だから強いんだ。海遊だけじゃないんだね。で、ホーセンを戻すでしょ。で、長領は3000、準備が届くの。これは軍しかなんかいんの、ここ。うわ、ちょ待って、これ曹操すげえ力つけてない？このタイミングねえ、絶対今じゃないよ。ねえ、何やってんのよ。はいはい、もうそうだけど。技巧ポイントが上がるのかな。うん、あ、気力が上がった。あ、ラッキーラッキーラッキー。仲間なんねえし。曹操軍になっちゃった。曹操軍になっちゃった。そうだけど、カーンたちってやることがあるから、これどうすんだろう。あれ来てる？どうしよっかな。じゃあここちょっと終わらしちゃいます。で、天水に攻めます。
た？まだ。あれ結構兵いせんの。900でしょ。じゃあここから起点できゃいいじゃん。おすごい三兄弟。はい、捕まえる。おー捕まえた。これは来ないかな、なかなかね。で一旦ここで来月に行くと。ここからちょっと素早く動きますね。一回戻そう。わけわかんなくなった。早く在下遵命。交給我了。結構いいんじゃない。馬長たちも来たし、で関水も捕まえてるのかな。確かあ10万の兵か。これ取れる？だよね。隠しとかも取れそうじゃなかったの？あ、3000もうすぐだね。あの騎馬のさ、ここだ。レベル3であれなんでね。一旦ここでそして次のターンで訓練のマックスになると。そしたらちょっとね、移動拠点艦中。危ない危ない。どうしようかな。ちょっと待ってね。武力隊難しいね。法政もそうだよね。あと兵器が B 以上。この辺。あとじゃあ関羽長飛はこっちだって。甲冑じゃこうかな。人いっぱいいる。1234人。それで訓練しちゃおう。97。大丈夫かな。こんだけあればね。はい、じゃあちょっと状況最後に。安定が3万で、天水があれだけ強かったのが今5万に落ちてるので、じゃあ今回はここで終了します。で次回まず関中と長安から天水に兵を出します。でその間にどうなんだろうな、この安定3万だからね。こっから援軍に天水に行くのか、もしくは長安にまたこっちが攻めてる隙に攻めてくるのか分かんないですけど、攻められても大丈夫なぐらいの兵を残しつつ天水をじゃあ次回取りに行こうと思いますね。それでどうなるか、はい、ということで、じゃあ今回はここで終了したいと思います。また次回三国志やってきますので、よかったらチャンネル登録高評価ボタンよろしくお願いします。今回はありがとうございました。今日は少しだけ疲れる日だったな。
明日はいいことがあるといいな。今日のキラキラは今日のうち消えた。明日のキラキラは明日探そう。なんとなくのんびり、なんとなく楽しい。山さん寝るきり、また見てね。